未来も皆さん暗いんでございますね。日本の未来同然にね。未来予測っていうのはもう全部暗いですな、日本はね。ええ、とにかく暗い未来予測、地震、津波、経済不況、事故。日本には暗い未来予測がたくさんございます。いろんなところ。ね。で、ここからいきなりプライベートですが、私のドッグ検診も、まあはっきり言っていくつもその経過観察という黄色信号という暗い未来予測が。 もう病院の先生も必死になって病気のもとを見つけてくださいますねそして私はちょっと何回も出てきますが私去年の10月秋口すげえちょっと鬱っぽくなりまして眠れなくてな、はい、かなさんにも珍しく弱音を吐いたりか眠れないとおっしゃってましたよねうんこのきっかけになったのがた素晴らしいことで奥さんでございまして、はい、奥さんから本読めって。 ああ3枚下ろして話したらとかって言われた本であるお医者さんが書いた本で薬は毒だっていう,うそういう本だったんでございますがそれ読んでるうちにだん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 不安になりましてですね、はい、私の飲んでる薬が全部引っかかって全部毒だって書いてあるような本だったもんでございますから、はい、ほうでなんと30日間皆さん不眠と頻尿頻尿ではございません頻尿誰もそうちょっと言ってない,いですよんか響きが似てるから思わず言っちゃうんだよ頻尿 <laughs> じゃなくて頻尿はい、はい えー、それにこう自分のこうリスキーな面とこう真正面に向かい合いますとさすがにへこんじゃって<え>ちょっとやっぱどうしようもなかったもんですから受診したんです睡眠障害という、はい、そこ行ってまる先生ですないい先生に出会いましてこの医師の一言で助けられたというはい。 この睡眠障害の先生は私に向かって何と言ったかというと私はえっと短時間しか眠れないという睡眠障害だと思って受けたんでありますか医師からはっきり言われたのはいやちょっと悪いけど睡眠障害には入りませんとで今オタクのアンケート読んでるんですが大体アンケートで100問お聞きして当てはまる条項が70から80点取ってもらわないといけないのに あななななたは10点ぐらいい,いいいしかと少ででですすね、うん、これでは睡眠障害と言えないんですよ、えー、もっとひどくなってもらわないとこっちとしても手の打ちようがありませんというでこのお医者さんが話しているうちにおっしゃった一言でございますが「とりあえず武田さん健康は後回しにして酒飲みますか!」っていうのがね、うん、ありましたこれは本当に助けられたあの一言で。 ありますで、この先生がおっしゃった、お薬を飲むのが不安と言いますが、薬ってそんなに効くもんじゃありませんよって言われて、うん,うん、薬の効き目ってのは大体30%ぐらい、あとの70%は、自分の力ですよっていう、はい、なんかあんまりこう、振り回されるの良くないんじゃないんですかっていう、これでね、その夜から眠れるんですから。ほんと、ちょっとしたきっかけなんですね。うん その時は10月だったからね、えー、まあ今年の仕事ねいろいろまあ大きい仕事小さい仕事あるんですがその仕事も不安でとかって言ったらだったらその仕事をやってから悩みませんかうんって言っ<ー>やる前に悩むっていうのはわけわかんないですよとかって言われておっしゃる通りですおっしゃる通りですよねはいや,らやってもいない仕事を何ヶ月か前から心配したところでうん何にも物事はというね、はい こんなことがこの年になってわかるわけですから人間というのはなんかね。さあ、本編の方に戻りましょう。ターリー・シャーロット博士の説でございますが,が、癌を患った238人の患者さんを追跡した、60歳未満で悲観的バイアスの患者さん、なんだかこう、え悪い方に悪い方に考えてしまうという患者さんは、えなんと、 楽観的な患者さんよりも死亡率がものすごく高いという。それも統計で出てできるんですか。は。だからやっぱりその逆の言い方になりますが、余命、うん、何ヶ月ですとかっていうのは逆になんか聞かない方がいいという。うん,うん、えー。やっぱり人間にとって楽観的に考えるというのは生きる力を励ますという。あの内田先生の。 修行論一回やったことあったよね。はい。俺、内田先生のあの言葉で一番驚いたのは、いや、それはずっと大事にね、持ってる言葉なんだけど、内田先生が修行論の中で、人間は時として、自分というものが自分の生き方に最も邪魔になる時があるっていう。うん。うん。そのことがね、すっごい俺胸に響いてね。 はい、うん人間にとって一番大事なのは自分よりも生きる力だっていう,う自分をすっとば2番目に回しても生きる力さえあればその力にエネルギーがありさえすれば人間は持つ程度で100問お聞きして当てはまる条項が70から80点取ってもらわないといけないのにあなたは10点ぐらいしかないとああ少ない,いですねうん これでは睡眠障害と言えないんですよ。もっとひどくなってもらわないと、ええ、こっちとしても手の打ちようがありませんという。で、このお医者さんが話しているうちにおっしゃった一言でございますが、とりあえず武田さん、健康は後回しにして、酒飲みますかっていうのがね、うん、ありました。これは本当に助けられたあの一言であります。で、この先生がおっしゃった。 お薬を飲むのが不安と言いますが、薬ってそんなに効くもんじゃありませんよって言われて。うん,うん。薬の効き目ってのは大体30%ぐらい。あとの70%は自分の力ですよっていう。はい、なんかあんまりこう振り回されるのよくないんじゃないんですかっていう。これでね、その夜から眠れるんですから。ほんと、ちょっとしたきっかけなんですね。うん。 その時は10月だったからね、えー、まあ今年の仕事ね、いろいろまあ大きい仕事、小さい仕事あるんですが、その仕事も不安でとかって言ったら、だったらその仕事をやってから、悩みませんかんって。<ー>やる前に悩むっていうのはわけわかんないですよとかって言われて。おっしゃる通りです。おっしゃる通りですよね。はい、やら、やってもいない仕事を何ヶ月か前から心配したところで、何にも物事はというね。はい。 こんなことがこの年になってわかるわけですから人間というのはなんかね。さあ、本編の方に戻りましょう。ターリー・シャーロット博士の説でございますが、癌を患った238人の患者さんを追跡した、60歳未満で悲観的バイアスの患者さん、なんだかこう、えー、悪い方に悪い方に考えてしまうという患者さんは、えー、なんと、 楽観的な患者さんよりも死亡率がものすごく高いというそれも統計で出て、えー、でてできるんですか、えーえー、はあだからやっぱりその逆の言い方になりますが余命何ヶ月ですとかっていうのは逆になんか聞かない方がいいというう,ーんうんうんえー、やっぱり人間にとって楽観的に考えるというのは生きる力を励ますというあの 内田先生の修行論一回やったことあったよね。はい。俺内田先生のあの言葉で一番驚いたのは、いや、それはずっと大事にね、持ってる言葉なんだけど、内田先生が修行論の中で、人間は時として、自分というものが自分の生き方に最も邪魔になる時があるっていう。うん,うん。うん。え ちょっとやっぱどうしようもなかったもんですから、受診したんです。睡眠障害という。はい、そこ行って、まる先生ですな。いい先生に出会いまして。この医師の一言で助けられたという。はい、この睡眠障害の先生は私に向かって何と言ったかというと、私は、えっと、短時間しか眠れないという睡眠障害だと思って受けたんでありますか。医師からはっきり言われたのは、いや、ちょっと悪いけど、睡眠障害には入りませんと。 で今、オタクのアンケート読んでるんですが、大体、アンケートで100問お聞きして、当てはまる条項が70から80点取ってもらわないといけないのに、あなたは10点ぐらいしかないと。ああ、少ない,いですね。うん。これでは睡眠障害と言えないんですよ。えー、もっとひどくなってもらわないと、こっちとしても手の打ちようがありませんという。で、このお医者さんが話してるうちにおっしゃった一言でございますが、とりあえず武田さん、健康は後回しにして、 酒飲みますかっていうのがね、<laughs> ありました。これは本当に助けられた、あの、一言であります。で、この先生がおっしゃった、お薬を飲むのが不安と言いますが、薬ってそんなに効くもんじゃありませんよって言われて。うん,うん。薬の効き目ってのは大体30%ぐらい。あとの70%は自分の力ですよ。 なんかあんまりこう振り回されるの良くないんじゃないんですかっていうこれでねその夜から眠れるんですからほんとちょっとしたきっかけなんですね、うん、その時は10月だったからね、えー、まあ今年の仕事ねいろいろまあ大きい仕事小さい仕事あるんですがその仕事も不安でとかって言ったら だったらその仕事をやってから悩みませんかんって。<ー>やる前に悩むってのはわけわかんないっすよとかって言われて。おっしゃる通りです。おっしゃる通りですよね。はい、やら、やってもいない仕事を何ヶ月か前から心配したところで何にも物事はというね。うんこんなことがこの年になってわかるわけですから人間というのはなんかね。さあ。 本編の方に戻りましょう。ターリー・シャーロット博士の説でございますが、癌を患った238人の患者さんを追跡した、60歳未満で悲観的バイアスの患者さん、なんだかこう、えー、悪い方に悪い方に考えてしまうという患者さんは、えー、なんと、楽観的な患者さんよりも死亡率がものすごく高いという。それも統計で出ててできるんですかはい。はあ。 だからやっぱりその逆の言い方になりますが余命、うん、何ヶ月ですとかっていうのは逆になんか聞かない方がいいといううん,うん。えーやっぱ人間